サンジのマネー。肉食ったのお前くん。真面目に。鬼。捕まれ！こんな深刻な事態になんであんたたちは！だって出らんねえんだから暇じゃねえかよ。出られないから深刻なんじゃないのよ。このまま殺されちゃうかもしれないのに。で、あんた何寝てんの？お、朝か？もう昼よ。だからよ、ウソップこうやるんだよ。こら、いい加減に起きなさい。え、もう朝か。おにぎりゃ。そろそろかしゃ。気抜きすぎだ、子供。ナミさんとロビンちゃんがどうなってるかわかんねえってのに。ゾロとジョッパーは新刊だってあと3人いるんだ。まだ他の試練が待ち受けてるかも。それは恋の試練と。はとにかく急いで祭壇へ行くしかねえ。返事は、わい、ルビバゼンビ。ただよ、僕はただ漆黒に焦げた体をその流れに横たえる流木。あたかや、イカズチという名のあなたの美貌に打たれ激流へと崩れ落ちる僕は流木。おやつです。まあありがとう。あれは当然ああだしな。うん、まあ、あのもんは鼻からなしの方向で。ともかくこうなったら俺たち二人が最後の砦ってわけだ。まったく単純つうかだらしねえ奴らだぜ。おいソップ。うん、ちょっぱうん、決まったんだ。信じらんない、ルフィまでヘビに飲まれてたとは。他のみんなは無事なんでしょうね。あ、俺は一人だ。い、ヘビに？そうよ、だからここにいるんじゃない。そうか、そら大変だったな。お前らヘビに食われたのか。だからあんたもそうなのよ。ここがヘビのお腹の中。肌を引っ張んだ、肌を。ウソップのマネー。